矢田和歌子さん。はい、国民民主党新緑風会矢田和歌子です。午前中ですね、連合審査ございましてですね、私どもの大塚からも大塚委員からも質疑ありました通り、まあ、この法案につきましての必要性については私たちも理解をしているんですが、やはり今までの質疑を通じましてもですね、まず一つに本当にこの法案が、まあ、一番皆さん懸念している通り、ほとんどのことが後々基本法令、基本方針とか、まあ、政令に委ねますということで、その中でやはり過度な監視が行われないのかっていう懸念がですね、まあ、どうしても強くあるということを思っております。一方で、まあ、この法律をやっぱり出す最大の目的である国防というか安全保障がですね、この法律によってきちんと高められるのかというこの2つがしっかりと担保されなければ、法律制定してもですね、なかなか意義を感じられないということになってしまうと思います。したがって今日は特に過度な監視になっていないのかというところからぜひ質疑をしていきたいと思います。まず一つ目に法の包括委任と国会報告ということについてであります。近年の政府に提出される法案がですね、どうも条文に政令省令で定めるというものが増えているように思えます。特に前回の委員会で、立憲民主の吉川議員も指摘をされましたが、この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は政令省令で定めるとする包括委任規定を置く法案がですね、この法律でも第24条でこの規定が入っているということであります。本法案では資料1にお示ししましたとおりですね、土地関連施設の具体化や損失保障に関わる収容委員会への採決申請の手続き、特別注視区域の指定に関わる関係地方公共団体の庁への報告事項、まあ、等々ですね、記載のとおり、政令に委任されるということや、第5条、第12条に定められている、注視区域や特別注視区域の指定方針など、対策方針も政府が決める基本方針に委ねられております。かつてですね、IR 法案を検討したときのことを少し思い返してみてたんですが、あの時も331項目です。この政省令に委ねられるという項目が、もう採決を目前にした朝の5時です。朝の5時に関連の内閣府から私、ようやく受け取りまして、でそこから時間を本当にもなかった中でですね、整理をしながら、じゃあこの政省令どうなっていくんだろうかということをですね、質問を組み立てた記憶があります。それでもですね、この国会の中の質疑においては、その331が出てくる前にも、懸念される事項としてですね、予定されているこの政省令の内容について、かなり深く政府ともやり取りをさせていただきました。例えば、特定の複合観光施設とは、ということの中にですね、政令で定める基準に適合するものと書いてあるんですけれども、それでも例えば、まあ、国際会議場っていうのが指定されてたんですが、どれぐらいの面積なんですかとこう聞いていたときに答弁で、ほぼ、収容1000人以上を想定しておりますと大臣から答えていただいたりですね、宿泊施設としか書いてないものなんですが、どんな宿泊施設をイメージしていますかというと、10万平米以上ですとお答えがあったり、いわゆるゲーミングエリアっていうんですけど、それは全体の施設の何パーセント、3%、これ全部答弁の中でですね、いろいろと具体例が出てきてですね、イメージがこのできたので、質疑が深まっていったという経過があります。で、私は本当はこの法案でもですね、このやり取りをする中で、ある程度でも結構なので、今考えていらっしゃる方向をやっぱり示していただいて、国会の役割としては、立法府の役割としては、法律制定にあたっては、やっぱり具体的にですね、審議を深めていく役割があるのではないかなと思っているわけであります。このままいくとですね、具体的な方針があまりにもなさすぎて、立法府が軽視されているというほうにも思えて仕方がないわけです。本法案では、経済活動の規制、資源の制限、個人情報保護に関わる行政の執行を規定するものであるために、これらの政令や基本方針の決定に関しては、ぜひ、まあ、公表前に、やはり国会に対して報告をしていただきたいと思いますし、できればやっぱりここの内閣委員会で審議を皆さんと共にしてきているわけですので、
内閣委員会、理事会でも結構ですが、何らかの形で国会の関与ということをぜひ必要と考えますが、大臣、ご答弁お願いします。小此木国務大臣。国会報告についてですが、本法案に基づく措置の実施状況について、その透明性を確保する観点から、毎年、その概要を取りまとめた上で、国会を含め、広く国民に対して公表することを検討いたします。矢田若子さん。はい、やはり皆さんの懸念はですね、もう法律が通ってしまうと、一応その審議会ですか、審議会にも意見を聴取しますということになっていますが、まあ、政令、省令というもので、ほとんどがこう決められていってしまうというふうなことに対する懸念なわけですね。ですから、ぜひ審議会の議事録の公開も求めたいと思いますし、まあ、とにかく民主的な運営を求めたいんです、大臣、ぜひお願いできませんか。小此木国務大臣。審議会の内容の公開についても、先日の内閣委員会において、広く国会を含めまして、国民の皆さんに公開していくよう努めてまいりますとお答えをいたしました。生活関連施設を定める政令の制定や区域指定について、安全保障上の問題がない限り、審議内容、議事録を公開することを想定している一方、勧告等についての議論には、対象者の個人情報が含まれていることから、非公開とすることを考えておりますけれども、先ほど申し上げたように、議事録、公開することを想定して進めてまいりたいと存じます。矢田若子さん。はい、まあ、議事録の公開も含めてやっていただけるということで、今、答弁いただきました。まあ、ぜひ、今日内閣府 の, 役人の方も聞いていらっしゃると思いますので、ですね、ぜひ透明性を高めるということについては、力点を置いてお取り組みをお願いしたいなと思います。それで2つ目はやはり皆さんが昨日とても心配している機能阻害行為が不明確なことについての課題を質疑していきたいと思います。具体的な事例が明確にならないためにですね、今回の法律がこう目指すものがやっぱり曖昧、さまざまな解釈が成り立つということになっているのかと思います。立法事実の問題、そして法の実効性についての議論が生じています。3点、これにあたって質問したいと思いますので、可能な限り具体的な答弁をお願いしたいと思います。まずその1として、サイバー攻撃など新たな技術による安全保障リスクとの関係についてお伺いします。機能阻害行為についてはですね、安全保障をめぐる内外情勢、施設の特性等に応じて、さまざまな対応が想定されることから、すべての類型を機能的に示すことは困難ということが何回も何回もご答弁には出てきますが、そしてそれは基本方針にということなんですが、まあ、例えば電波妨害の例示としてですね、想定されることとして、自衛隊の無線交信での傍受、妨害電波の発信というものがありますが、まあ、こうした行為はですね、ポイントとなるこの土地が1キロというのが一つの数字でありまして、その重要施設とされるところから1キロなんですが、1キロ以上のところからでも、こうした電子線に関しては関係なくですね、できるということがありますので、この土地規制が成立しても、どれほど効果があるんだろうかという疑問があります。かつ、野外の無線の暗号化、現在、宇宙戦争と言われるように、偵察衛星を使った情報戦、強化を防衛省もしていると思いますけれども、まあ、この防衛関係の官庁や企業が狙われるそのサイバーセキュリティ対策、安全保障の対策として、やはり本当は本来であればもっと優先されるべきだし、強化されるべきだというふうに思います。情報技術とか宇宙科学の技術が本当に進展しています、日進月歩であります、その中で真に安全保障に必要なもの、何が必要なのかということが議論の中心になってくると思いますが、その外国人の行動規制がどのような意味を持つのか、防衛省お願いします。防衛大臣政務官、松川るいさん。防衛省自衛隊としては、社会全般におけるサイバー空間の安定的利用の確保は極めて重要であると認識しております。そのような認識のもと、サイバー防衛隊などの体制拡充やサイバー人材の確保・育成などの各種取り組みを通じて、サイバー領域の能力強化を図っているところです。他方、防衛施設周辺における外国人あるいは外国資本による土地の取引、取得に関しては、国家安全保障に係る重要な問題と認識をしており、防衛施設周辺の土地の利用状況を把握することは、防衛施設の機能発揮を万全とするために必要であると考えています。
この点、本法案は土地等の利用により、安全保障上重要な施設に対する機能阻害行為が行われるというリスクに対応することを目的としていると承知しています。我が国を取り巻く安全保障環境が不確実性を増している状況に鑑みれば、こうしたリスクがあるものと考えており、事後的な対応では、安全保障上取り返しがつかない事態となる恐れがあるものと認識しているところ、安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できる本法案は、防衛関係施設の機能発揮を万全にする観点からも意義があるものと考えております。矢田和歌子さん、はい、サイバー攻撃等に対する対応はきちっと強化をされるという一方で、これ地上戦ですよね、1キロっていうのは。で、午前中の質疑を聞いていても、この1キロの意味が分からなかったんですけど、銃器の防衛範囲ということで1キロなんだというお答えがあったかと思いますので、どちらも強化していくという考え方でよろしいということですね。はい、一方でですね、ただそういう防衛の強化という意味は分かるんですが、皆さん一番心配しているのは住民の運動ですよね。こういったものの介入をこれによってされないのかという懸念だというふうに思います。これまでの審議の中ででもですね、やはり自衛隊の活動に関する安全保障の観点から具体的な機能阻害行為などなかなか明らかにならないという中で、国民の間ではやはりこの法の目的が何なのかと、基地反対運動を抑制したり、在日の外国人への管理強化をするのでのに利用されないのかというふうな声も上がっております。在留外国人の人権の尊重、それから基地や飛行場など重要施設の周辺に住む国民のプライバシー保護に万全の対策を講じるという姿勢をより明確にする必要があるのではないかと思います。大臣、こういったですね、国民のこの懸念ですね、私たちを取り締まるためなんじゃないかという懸念に対して、しっかりとそうではないという姿勢をもっと強固に打ち出すべきだと思いますが、いかがでしょうか。小此木国務大臣。たびたび申し上げますけれども、自衛隊施設等に対する市民の活動はございますが、この取り締まりを目的とした制度ではございません。安全保障の観点から土地等の利用状況を調査して、重要施設等の機能を阻害する利用行為を規制するものであると重ねて申し上げます。このため、単に外部から防衛関係施設を見ている場合、平穏に集会やその準備等を行っている場合については、機能阻害行為として本法に基づく勧告、命令の対象となることは想定していません。ご指摘のあった基地反対運動、これは一般に道路や公園のような公共の土地で行われる場合があると承知しておりますけれども、そうした運動に参加している方々は、自らが所有や貸借等をしていない土地を利用しているに過ぎず、権限に基づく利用者に当たらないものと考えております。また本法第3条において、この法律の規定による措置を実施するにあたっては、個人情報の保護に十分配慮しつつ、必要な最小限度のものとなるようにしなければならないと、この規定を設けており、ご指摘の在留外国人の人権の尊重、国民のプライバシー保護についても徹底してまいります。こうした調査を行う過程で収集した個人情報については、内閣府に新設する部局が一元的に収集、管理することとしており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、例えば目的外使用は行わない、情報漏洩対策を講じるなど、厳格な管理を徹底してまいります。なお、昨年、内閣官房で開催した国土利用の実態把握等に関する有識者会議において、過度な私権制限や個人情報の不適切な収集が行われることのないよう、目的に即した抑制的な制度設計とすることが求められるとの意見を、提言をいただいたことを改めて申し上げます。矢田和歌子さん、はい、ありがとうございます。全労連さんからもですね、この参議院の参考資料にも載っているとおり、声明が出されております。特に沖縄なんです。沖縄では多くの住民が軍事基地周辺1キロ以内に居住していると。基地負担に苦しむ沖縄県民を監視対象とするんじゃないかというふうなことの懸念がやっぱ表明されているわけですよね。そうじゃないんだというふうなことも含めて、しっかり沖縄については特に私は知事も含めて地方公共団体の皆様ともですね、お話をしていただけないかなと。これから基本方針に示される中止区域にもしもですよ、万が一でも指定されるようなことがあるのであれば、やっぱりきちっと話し合いもしていただかないといけないかなというふうに思いますので、それは私たち国民民主からの提言とさせていただきたいと思います。それからですね、勧告命令9条、それから損失10条の補填の流れについてお聞きをしていきます。
まあ、今回特にですね、やはり罰則がつくということが、刑事罰がつくということが、重くのしかかってきている法案だというふうに思います。中止区域内の土地利用者、中止区域ってどこになるんですかということも明確にならない中で、その土地利用者が機能阻害行為をする場合、この機能阻害行為も明らかにならない場合、ならない中でですね、でも、何かあったときに勧告され、命令、それに従わなければ罰則、罰則じゃない、刑事罰ですよ、つきますということなので、皆さんやはり、これに対する懸念があるんだと思います。損失がしかも生じた場合にはですね、損失の補填とか、買い取りも国がですね、買い取りができるということまでも規定をされているわけなんですが、やっぱり機能阻害行為そのものが明確がない中で、具体的なイメージが分けにくいんですよね。通常、例えば、生ずべき損失があったときに、損失補填しますとありますが、その通常、生ずべきっていうのは何を指しているのか、もしくは、特別な事情がない限り、国は買い入れますとあるんですが、その特別な事情って何なんだろうかというふうなことも含めてなんですが、どんなケースを想定されているのか、少しご説明いただければと思います。小此木国務大臣。本法において、勧告や命令を受けた者が、勧告等にかかる措置を取ったことにより、損失を受けて、または他人に損失を与えた場合には、損失を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償することとしています。また、勧告等にかかる措置を取ったことにより、土地等の利用に著しい支障を生じる場合に、土地等の所有者から買い入れの申し出があれば、特別の事情がない限り、これを国が買い入れる旨を規定しております。損失補償の範囲については、例えば、防衛関係施設の周辺にある土地の利用者が、当該施設の機能を害する意図なく構造物を設置したところ、当該構造物が施設の機能が阻害していると認められる者の旨の勧告を受け、当該構造物を撤去した場合、その費用等を補償することが考えられます。また、土地の所有者からの買い入れの申し出については、例えば、特段当該施設の機能を害する意図なく設置した構造物について勧告を受け、当該構築物の撤去を行ったために目的とする事業が認めなくなる場合等が考えられます。矢田若子さん、はい、大臣、いろいろ今、例示をしていただきましたけれども、私、そういう例示がすごく大事だというふうに思っています。まあ、例えば、航空法における安全阻害行為禁止規定というのが出されてまして、今日に資料2でお配りしたんですけど、これなんかはもうきちっとやっぱり、何が安全阻害行為なのかという例示があるわけですね。乗降口または非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為とか、便所において喫煙をする行為とか書いてあるわけですよ。だから今、大臣が読み上げていただいて、おっしゃっていただいたようなものを、やっぱりしっかり文書化してですね、残してですね、こういう行為を指すんですよという、まあ、可能な限りで結構なんですが、やはり例示をしていくということが大事なんじゃないのかなと思っています。今後の基本方針、政令、内閣府令の策定において、より具体的なものを出して、やはり国会にも報告をしていただきたいということをご要請申し上げておきたいと思います。ちょっと最後、時間がありませんので、有人国境離島のことに移りたいと思いますが、この午前中の質疑でも、有人国境離島がですね、今、国境離島として484、有人が148という、ご答弁がありまして、中止、特別中止区域の候補として、これ、挙げられております。で、そんな中で、一つの法律がですね、先に先行して出されております、この特措法ですね、韓国資本の土地買収が続き、過疎化が止まらない対馬について、現状の離島振興法では不十分という認識から、対馬だけでなく、有人国境の離島を振興することを主眼とした特別措置法が2016年に成立、2017年4月に施行されております。資料4にお示しをいたしました。対象は8都道府県、都道県、計71棟となっておりますが、この71棟に対しては、さまざまな施策を通じてですね、人がやっぱりいるということそのものが、公的な機関、国の行政機関が設置しているということそのものが抑止力になってですね、住民が生活することによって、不法入国を防ぐという効果があると考えられます。
まあ、この特措法による予算の執行状況、それから過疎化を食い止めるためのこれまでの政策効果、まとめていらっしゃるようであればお聞きしたいですし、私はこれ71棟しかないんですが、他のじゃあ友人の76棟、残り76棟は、そういう指定せずに、これからどういう方向なのかなということも気になっておりますので、答えれる範囲でお願いしたいと思います。小此木国務大臣。今おっしゃいました交付金を送っておりますけれども、これについては私自身も就任直後、長崎県の福江島を訪問しました。内閣において、有人国境離島法に基づく施策を推進するため、離島住民向けの航路、航空路の運賃の低廉化、農水産物のやその原材料等の輸出、入に、あ、ごめんなさい。輸出入にかかる輸送コストの低廉化、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進にかかる支援等を行っています。毎年50億円の予算のうち、例年9割程度が使われており、本交付金を通じて、特定有人国境離島地域の地域社会の維持を図っているところであります。まあ、交付金等を活用してですね、ワーケーションの設備を整えたホテルや、廃校を改修したグランピング施設を視察したほか、島外から移住した方々と意見交換をいたしましたが、そうした中で交付金が有意義に活用されることが重要であったと感じております。特に昨年の人口の社会増、これは転入が転出を上回るという現象がですね、長崎県の五島列島や島根県隠岐諸島の島々ではこの現象があったということで、まあ、一定の効果があったものということで、今後もこうした取り組みを着実に実施をしてまいりたいと存じます。矢田和歌子さん、はい、有人国境のこの特措法の活用も含めてですね、地域振興だけでなくて人がいるということは防衛にもつながりますので、ぜひ活用をお願いしまして、質問終わります。田村智子さん。